こんにちは、エムズヘアメイクアップの松本恵理子です。今回は用途別コンシーラー5選をお伝えしていきたいなと思います。結構メイクさんっていろんな、まあ、もちろんファンデーションもたくさんいろんな種類使うんですけど、よりコンシーラーの種類って持ってる人多いんじゃないかなと思うんですよ。特に私は男女もまたコスプレもやったりとか、このビジュアル系をやったりとか、本当にいろんな多種類なお客様が多かったもんだから、コンシーラーに関してはもうこだわりにこだわってめちゃくちゃいろんなのを使って、もう第一群を揃えているんですよ。で、何があっても絶対的にこれでなんとかする。だからファンデーションもいっぱい持って、それで質感を変えるというよりは、ファンデーションはサラッとして、コンシーラーで質感を変えていくっていうようなやり方をするので、コンシーラーめちゃくちゃあるんですけど、その中でもこの用途にはこれがいいよっていうおすすめを5選ちょっと選んでみたので、おすすめしていきたいなと思います。ちょっとプロの目線だったり、プロだから使えるってものもすごく多いんですけど、まあそういった感じで見てもらえたら嬉しいです。では始めていきます。で、まず一番動画でも多分出てきてるかなと思いますし、一番現場でも使ってるのがこのコスメデコルテのコンシーラーなんですけども、これは本当何年か前に出てきてもう衝撃を受けたコンシーラーなんですけど、本当に、まあ、結構話題でメイクさんも結構いろいろ使ってるんですけど、オレンジ、やっぱり私たちそのオレンジの色ってすごい研究してるんですよ。やっぱオレンジの色でクマとかヒゲとかが消えるので、オレンジの色研究してるんですけど、濃すぎてそのオレンジが消えにくいなとか、薄すぎてあんまり意味ないなとか、明るいオレンジすぎて浮くなとか、いろんなオレンジの中でこのオレンジは本当にどんな人でも肌なじみするし、質感ですよね、この商品の質感がとにかく崩れにくい、本当に崩れにくい。で、クマを消すときってやっぱここにねコンシーラー乗せるんですけど、ここって一番動くし、あんまり崩れやすいコンシーラー乗せちゃうと本当にもうアイメイクぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。でもこれは本当に超優秀だったので、まあ、買って使って本当にもうリピですね。これはめちゃくちゃ使ってます。これちょっと塗っていきますね。一番おすすめのやっぱ色がこのオレンジ、もうね底見えしてますけど、オレンジの色、私は結構使うときはこの、ねオレンジの色でクマを隠していって、まあ、その上から、まあ、オレンジがね目立つ場合、このオレンジだけでも大丈夫な人もいます。肌色というこのね色も本当に絶妙で、ここがまあオレンジで、この2つが割と肌色の色ですね。こっちがちょっと明るめで、こっちが暗めで、これはちょっとハイライト効果がある商品なんで、この辺はちょっとなんかねプラスアルファでツヤ感出したい時とかに使うんですけど、割と この辺を塗っていくんですけど、こんな感じですごい肌なじみが良くて、しっかり、でもなんかしっかりカバーしてくれるんだけど、薄くてちゃんとカバーしてくれるっていう感じなので、本当にちょちょちょってのせただけですごい威力を発揮してくれます。もうこれは本当に私レッスンでもこれは買っていいよっていうぐらい、デパコスなんでちょっと高いんですけど絶対持っててもいいっていう商品になります。なのでこれは結構超おすすめで、このオレンジはヒゲ消しにも使えるので、男性のそんなにめちゃくちゃ濃いよっていう人じゃなかったらほとんど私これで消しちゃいます。これでもう最初オレンジをのせてあげて、まあ、ちょっと肌色のせてあげるか、もうオレンジだけでちょうどもう青ヒゲみたいなのが消える場合はそれを消してあげるような感じを使ってます。なのでもう結構これはもう革命なコンシーラーになります。超おすすめです。次のコンシーラーは、これね、ちょっとね、ちょっと私、やっぱちょっとメイクさんなので、ちょっと詰め替えちゃっててごめんなさいの商品たくさん出てくるんですけど、これは、2種類、そしたらちょっと出しておきますけれども、メイコーさんと、あとマーシュフィールドさんの商品になります。これ、もう何って思うと思うんですけど、これ結構、ビジュアル系とか、コスプレとか、しっかり、したい時に結構使うのと、ニキビとかをしっかり消さなきゃいけない。なんか、これでも、この固定でも全然消えるんですよ。消えるんですけど、より赤みがあったりとか、ちょっとシミとか、あと、ほくろを消してくれとか、そう、しっかり消したい時は、結構これを使ってるんですけど、まず、マーシュフィールドさんは、そもそも、その傷とか、本当にもう、やけどとか、傷が消えるっていう、結構医療ぐらいじゃないかっていうぐらいの
商品で、一時期めちゃくちゃそれを動画とか YouTube とかでも結構出たと思うんですけど、もう水をかけても落ちないって言ってすごい評判になった、まあファンデーションなんですよ、実は。これどっちも実はコンシーラーって言ってて、ファンデーションなんですよ。かなりカバー力が強いので、私はコンシーラーとして使ってるんですけど、その商品になります。なんで、マッシュフィールドは本当にカバー力の神様みたいな感じ。だから、で、傷も本当に消えちゃうぐらい、すごいカバー力があります。で、メイクお化粧品も同じようにあるんですけど、メイクお化粧品の方が、これなんで2種類、これ2個でバーンって出してるかというと、色味がちょっと違うんですよ。メイク化粧品の方はちょっと保湿力が高いです。結構年齢肌の方が使えるブランドさんだったりもするので、結構保湿力が高くて伸びもすごくいい商品です。ただちょっとねピンクっぽいんですよね、色が。なのでビジュアル系私すごいやった時はめちゃくちゃこのメイクさんに頼ってました。やっぱ肌を白く見せたいっていうことが多かったので、メイクさんのこのピンク味がめちゃくちゃ重要で、顔中どっちもねファンデーションなんでね、しっかりそれを塗ったりもするしっていう感じだったんですけど、ただやっぱりちょっと白っぽくなるので男性とかに使う時にちょっと使いにくかったりとかするなと思ってたら、このマッシュフィールドさんが出た時に色がすごいなんか絶妙に日本人の肌に合ったので、でもやっぱりちょっとね、もうほんと長くお世話になってるので、これや、なくせないので、一群でどっちも使ってるんですけど、これもちょっと手に塗っていきますね。ちょっと色は色なんだけど、まあ、まずじゃあメイコーさんは、こんな感じ。これ、色わかると思うんですけど、結構、ピンク味が強いです。なんで、コスプレとかの時は、本当に最強肌作れますね、この。色ね、なのであとはまあやっぱり肌色が白っぽい方とかのニキビ消すときはこれがいいなと思います。他の持ってるやつが私結構黄色みが強いんで、このメイコさんのやつで消すことは結構多いです。もう本当にカバー力がすごい、もうずっとこれ使ってるんですけど、カバー力が本当にすごいんで、もうちょっとやそっとのニキビ消すとか、ちょっとクマ消すとかじゃなくて、もう一回一つになるみたいな、こう一色になるみたいなのができるファンデーションです。ね、あとこれはマッシュフィールドさんは、ね、さっきも言ったように傷も消えちゃうぜっていう商品なんですけど、こんな感じ。なんか結構体とかでも使える分、結構色の展開的には日本人すごい使いやすいなと思ってます。あと、やっぱり、これ、ね、この2つに関しては、そう、バンドさんですごい使ってたっていう理由のもう一個なんですけど、汗にめちゃくちゃ強いんですよ。水かけた時に、跳ねるんですよね。水が。だからすごい、汗に強いので、ライブとかの時に、もう絶対に崩さない。崩れない。っていう、コンシーラー、ファンデーションになります。なので、これは結構本当に特殊が、一般の方がすごい使うっていうよりは、私たちは本当プロとして結構使ってるものにはなるんですけど、でも YouTube、スーパーさんとかでも結構取り上げてたので、その例えば大きいシミがあってどうしても気になるんですよねとか、プールで落ちないファンデーションはみたいな時に結構使われてたので、そういう方はすごいね使いようがいいのかなと思います。はい、じゃあ次にこちらですね。こちら RMK さんのコンシーラーなんですけど、これあんまりねちょっと見たことないかなとか思うんですけど、これは本当にこの種類とは全く用途が違くて、すごくこう水っぽくて、溶けていくっていうか、馴染みがいい、コンシーラー。コンシーラーは、ちょっとハイライトっぽく使ったりとか、私はします。ちょっと明るくしたいなって、これ今一番明るい色なんですけど、明るくしたいな、みたいな時に結構使ってます。例えば、もう、ノーズシャドウとかは入れたくないんだけど、ちょっと鼻高く見せたいなっていう時に、鼻のここにスッと入れてあげて馴染ませてあげると、それだけで、高く見えるので、そういうのに使ったりとか、あとこの辺だけちょっと明るく見せたいな、とか、いう時に使うものになります。なので、すごい隠すっていうよりは、トーンを上げるみたいな、そういうコンシーラーになります。でこれは、こういう、なんかカチカチって出すタイプ。ちょっとね、水っぽいんですけど、圧倒的に。ね、本当にコンシーラーって色々あって、この辺はやっぱカバー力っていうのをすごい重視してるんですけど、こっちはどちらかっていうと、馴染ませてちょっとトーンアップしたりとか、なんかこう明るく見せたいなっていう時に使うコンシーラーになります。コンシーラーでこういう風に使い方もあるので、そういうものです。で、この良さは、この辺だとね、やっぱり油分がすごく強いんで、重ねれば重ねるほど、ちょっとだからね、
よれたりとかも、まあ、危険性もある、よれないものをより選んでるんですけど、よれたりする危険性もあったり、シワに入ってったりとかすることがあるんですよね、どうしても。なんですけど、このタイプは本当に美容液成分とかが強いタイプで、全然こうよれたりとかはせずに、本当にスッとファンデーションと馴染んでくれるコンシーラーになります。こういうのも使ってます。女性にやっぱ多く使います。男性に使うことはほぼないですね。で、次にじゃん、また詰め替えてるんですよ、これはこれ実は全然商品が違くて、違うものが入ってるんですが、もう本当に底見えすいませんっていう、申し訳ないっていう感じなんですけど、この4個がローラーメルシェさんのコンシーラーになります。で、これがね、このコスメデコルテが出てくる前に同じような用途で使ったのが実はこれなんですよ。あの、もうね、ピタッと密着して崩れないし、もうなんかね、よれないコンシーラーとして使ったら、ちょっと硬いんですよね。で、使ってたものです。で、しかもそのオレンジの色がコスメデコルテさんよりちょっと強いです。なんで、どちらかっていうとヒゲ消しだ。これもヒゲ消しセットなんですけど、実は私は男性のメイクすごく多いので、あのヒゲ消しは本当に研究を重ねて、もうオレンジの色味質感めちゃくちゃ研究して、でオレンジを先に引くんですけど、それがよれる、まあ、例えばこういうね、あのよれこう緩い商品とかだと、その上にファンデーションとかを乗せても、中のそのコンシーラーがよれちゃって、そのオレンジのが剥がれてっちゃうんですよ。で、そうなるとせっかく消したヒゲも出てきちゃうし、あと時間が経ったらヒゲが出てきちゃったら、もう元も子もないじゃないですか。このオレンジはピタッと密着する必要があるんですよね。なので、すっごい研究に研究を重ねてた時に、このコスメデコルテさんの前に出たのがローラーメルシェさんです。で、これはなんで、じゃあこれ、こっちが今イチゴになってるのかって言ったら、こっちの方が、あのね、その美容液成分が強いんですよ。なんで一日中経ってもカサカサしない。でも、こっちの方がもちろん美容液成分は入ってるんだと思うんだけど、一日経つとちょっとカサカサするんですよ。だから、こうパッと作ったうちはいいんですけど、ちょっとカサつきが出るので、これのよりもこっちを使ってるんです。でもやっぱオレンジの色とかがどうしてもこれ気に入ってるんで、私はなくしてないんですけど、まずこのオレンジを出していきますね。コンシーラーの動画だけど、オレンジばっかり、なんかオレンジばっかり研究してるんで、あれなんですけど、ね、こっちが、これコスメデコルテさんなんで、やっぱりそれよりもしっかりとオレンジ出ますよね。これが本当にヒゲ隠してくれるんですよ。なんで、これはもうちょっと一群から外せないんですけど、あの、この商品は本当にピタッと密着して、ね、もうヒゲをしっかり隠してくれるので、このオレンジを使ってます。それとプラスして、これね、最後なんですけど、もう、たまにいるんですよ。もう、めっちゃ多いみたいな。もうこの辺まで全部。もうヒゲ、それをやっぱしっかり隠さなきゃいけない。芸人さんとかだと別に出ててもいいってこともあるので、そういう時にすごい無理やりは隠さないんですけど、めちゃくちゃ隠さなきゃいけないとか、まあ、奇跡の一枚とか、そういう時は全くもう隠さなきゃいけない。もともとヒゲ結構多いんですけど、全くそれをゼロにしなきゃいけないっていう時とかは、さすがにこれとかでも合わなかったりするんですよね。もうこれとかでも間に合わないぐらい青い人の時は、このマックさんのオレンジ、もうガチなやつ、これ赤オレンジぐらいのガチのやつで作ります。もうこれをまず最初に、もうこの辺全部、だから江頭さんの動画とか、ほんとこれぐらいの勢いで塗ってると思う。この辺まで全部をまずオレンジにズアンってして、なんじゃその顔ぐらいオレンジにして、で、そっから実はこれの難点が、これを塗ったままその上にこの肌色をつけちゃうとちょっとよれるんで、これをつけた後にパウダーでしっかり押さえて、その上からこういうファンデーションの色をのせて、もうヒゲなんてありませんでしたっていうぐらいの肌を作る時に使うコンシーラーです。このオレンジもめちゃくちゃ探しました。もうめいろんなオレンジ探しての中で見つけた、もう最強オレンジ、わかる？これ。もうこれ、どんな青さも消えます、これは、マジで。多分、あの、だから傷とかも、最初オレンジで消すんですけど、それとかも全然消えちゃうオレンジなんですけど、もう最初にこれをグワーって塗ってから、コンシーラーの、まあ、こういうのとか、こういう肌色で、その人の肌の色に、
補正していくっていう作業をします。なのでもうこれはもう本当にもうプロの商品ではあるとは思うんですけど、でもこれぐらいオレンジでも絵文字初めてこの塗り方したでも本当にこれぐらい色が違うんですよ。でもその人によって肌も違うし、ヒゲの濃さも違うし、だからすごい肌のめちゃくちゃ白い人とかにこれとか塗っちゃうと、もうそれは大変なことになっちゃうね。オレンジが出しすぎちゃって。なので最後にこう紹介したのは、もう絶対的にもう隠さなきゃいけない、しかもすごいヒゲが濃い人のためのコンシーラーになります。もうこんな感じで、もう本当にコンシーラー一つとってもめちゃくちゃあるんですよ。これも本当に1群だけ出してるんで、全然まだまだある中のやっぱ一番使ってる商品になるんですけど、このコンシーラー使いをうまくなるとメイクのレベルめちゃくちゃ上がります。なのでプロの方も、まあ、一般の方もなんですけど、コンシーラー意外と使ってないんだよねって人結構多かったりとか、レッスンしててもなんか多分1種類しかコンシーラー持ってなくて、で本当にそれもなんかちょっと肌より明るい色だけっていう方とか結構いるんですけど、コンシーラーって本当に質感も色もめちゃくちゃ違うので、コンシーラー使い上手くなるとメイクのレベルが上がるので、ぜひ研究してみるといいかなと思います。で私の研究の中ではこういう風に色々と出してるので、ぜひ参考にしてもらいたいなと思います。もう本当に一群を今回5選なんですけど紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。はい、そうしましたら今回コンシーラーを紹介させていただいたんですけれども、こちらのチャンネルではこうやってメイクの商品の紹介をしてみたりとか、あとコスプレメイクだったりとか、本当にいろんなメイクに関わる動画を公開しています。もし興味のある方はグッドボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。